えるやつで作ってきました。めちゃくちゃ楽しみです。1ヶ月いやそんな経ってないけど、それぐらいの欲しい。いやどうする、どうする。オタクってなんですぐに疑問系になるんだろうね。今 NMB48 劇場の前で動画を撮ってるんですけど、いつもはほら若田のプリンちゃんとかいるけれども、今日すごい誰も知り合いがいなくて一人なんですよ。いやーこれね、撮ってるの完全に不審者で、なんとここで前田玲子さんも何だっけ、リストさんと出会いました。かわいい、見て見て、このお目目、このそこ鼻もちっちゃいじゃん、あんた見て、めっちゃかわいいやん、ほら、うわ、俺の女と言われる、俺の大好きな食べ物成人メンバーに言えることが違う。いやそうだよ、成人しててよかった、ほんまに。え、草いるんだよ、すごいか酒残したり元気大丈夫。そうですね、この人なんか卒業するとか言ってるんですけど、意味が分かんないですよね。ちょっともうちょっと言ってもらって、私は全然食べ足りてないわけですよね。ねえ、本当にね、こんな美味しいもの、美味しいものとか言っちゃダメですね。はい、すいません。本当に、え、待って、え、このワキワキやっぱり一人は寂しいですね。いや、オタクって一人で生きられない生き物なんじゃないですか。ほら、研究生公演の時はほら、いつも一緒にいる部活、一緒のチームだったから Vlog もすごい撮れたけれども、ねえ、浴衣もね、ちゃんとチーム離れちゃったし、なかなかこれからオタ活としてね、一緒に行く機会が減っちゃうかなとか考えると、まあオタク Vlog 本当にちょっと悲しいなっていう、私としてはちょっと Vlog で喋るのが久しぶりすぎて、何を喋ろうかっていう感じなんですけれども、いやー思い返してみれば、私お性の愛を全然言ってないんですね。ご本人にも言ってるんだけど、いやね、本当にいい子なんですよ。というか、なんかパフォーマンスが好きすぎて、なんか一回ね、全人類に見ていただきたい。ちゃんと劇場の中に入るために透明の袋に入れました。え、緊張して吐きそう、え、吐きそう。やばい、もう、え、最高、どうしたらいいんでしょうか、この感情を。あ、Nシップの浴衣、非常にいいね。いや、私は浴衣を押しててよかったです、本当に。マジでよかった。いやもう、パフォーマンスステージ憑依型みたいな感じで個人的に思ってるけど、いやいいわ、ほんと右ですよ、右。いや、なんか Vlog っていうより感想会だけど、好きですわ。